from Osaka, Japan, Noika Yoshihata. 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。8番ホールパー3にやってきました。このホール、3段グリーンになっていて、一番高いところにピンが切ってあります。約170ヤード、オーバーすると返しが非常に難しいホールです。おー、フェードかかれ、ちょっと左、あー、ショートだ、ちょっとショートしてしまいました。これはパーでしのぎたいところ。さあ萌花選手、ピンチしのげるか。しっかり寄せてパーを取りたいところです。おお、ナイスアプローチ、ナイスパー。さあパーを取りました。1アンダーです。8番終わって1アンダー。9番パー5になってます。左ドッグ、狙い目は正面の一番左のバンカー。あ、左ってあの木の横のバンカーじゃなくて、真ん中のバンカーか。じゃあ真ん中のバンカーが狙い目です。うん、お、言われた通り、ナイスショー、素晴らしい。萌花選手絶好のポジションにつけております。ここはしっかりとフェアウェイ真ん中をキープしてパー5なのでバーディーを取って2アンダーで終わりたいところ。ちょっとダフり気味でしたが真ん中です。ナイスショット。残り90ヤード、番手は46度、残り90ヤード。ここはビシッとつけてバーディー取りたいところ。ピンは手前でちょっと難しいですが、おお、ナイスショー、落ちてくんなよ、ステイデア、ナイスショー。さあ萌花選手バーディーチャンスです。目は右から左に流れてます。この18番は右から左に曲がるんじゃないかと。 OK、 ナイスパー、まっすぐやったね。後半10番ホールパー4です。真ん中で行ってください。なんとプレー開始してからまだ9ホール終わって1時間経っておりません。すごい速いペースです。うん、ちょっと左バンカー方面、バンカー入らない、止まるか。お、フレンドリーバウンド、右に跳ねてフェアウェイキープでした。フェアウェイ残っております。146ヤード8番アイアン。ここは目が手前から奥に行っているので5ヤードほど短い方がいいと思います。目の強いホールです。あ、届いてるか、届いてるか。あー、ちょっとショート。10番のこのグリーンは手前から奥に目が順目となっていて、なかなかこれは上りに見えるんですが、フラットみたいな感じでいいと思います。さあパーセーブなるか。お、いい感じ。おお、入ったすごいね今日は。なんとチップインバーディーでした。素晴らしい、ナイスバーディー。
チップインバーディーでした。これは、右ドッグのパー5になります。で、狙い目はあの右の大きいユーカリあるでしょ、そのユーカリの一番左端、10ヤードぐらいがいい感じだから、正面のバンカーからの右エッジからフェードかける感じかな。お、ちょっと右に出てしまいました。でも木は越えてたから、なんか当たったっぽい、うん、当たった、右ラフに来てしまいましたが、フェードヒッターなのであまり心配ないでしょう。200ヤードフェアウェイに戻したいと思います。おー、フェードかかってる。ナイス、ナイスショー。残り124ヤード9番アイアンです。ピンの、左3、4ヤードから行ってください。おー、またもナイスショット。こっちの方が良かった。はい、どうぞ。下りのスライスラインバーディーパットです。さあ、3アンダーにしたいところ。惜しい。ナイスパー。2アンダーキープしております。12番パー4にやってまいりました。左ドッグです。狙い目は、右バンカーの左10ヤード。あまり左に行ってしまうと2打目がスタイミーになってしまいます。フェアウェイ右キープで、フェードかかってナイスショー、素晴らしい。残り160ヤードです。ピンポジが手前で難しいんですが、ピンの左2ヤードぐらいから攻めていってほしいと思います。あー、ちょっと左に引っ掛け気味、バンカー越えるか。あ、越えた。おー、フレンドリーキック。おー、寄ってる寄ってる、ピンに。フレンドリーキックでした。ラッキーでした、バンカー入りませんでした。12番グリーン上です。バーディーチャンスです。スライスライン、さあスライスの度合いを読み切れるか。3アンダーなるか。思ったより曲がりました。ナイスパー。さあ難関13番、ここはホール長いのと、フェアウェイ左半分キープしないと、傾斜、右に傾斜になっててみんなラフに行ってしまいます。だから左半分をキープしてください。うん、言われた通りナイスショット。ああ、右にキックしたね。まあ大丈夫だと思います。モエカ選手13番ティーショット、ナイスショットでした。残り188ヤード。クラブは5ユー。だけど短いと思う。5ユーじゃちょっと短いんじゃない？いやでも7やったら絶対でかい。だってあのピンが手前やから。うん。手前でいいから。どう映える？お、綺麗にフェードがかかって。あー、ちょっとショート、予想通りのショートでした。ここなんとか13番、難関13番パーでしのぎたい。激曲がりスライスアプローチショットです。お、いい感じだけどちょっとショート、ショート。あー、まだちょっと大変なパーパットを残してしまいました。さあ難関13番、これも結構スライスな。さあパーセーブなるか。おお、ナイスセーブ。
ナイスセーブ、難関13番パーセーブしました。2アンダーキープしております。